こんばんは。ハードボイルド補修屋談義始まります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回はなんですけど、はい、ちょっと着色についてちょっとお話ししていこうかなと。なんで？YouTube のコメントで、いつも楽しく拝見させてもらってます。補修屋になるべく修行中ですが、木目の着色について、朝食のやり方、考え方、乗せていく色の考え方などを聞きたいですっていうコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがたいですね。ありがたい、めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。なのでちょっとすぐお答えしていこうという。すぐな、すぐ、ね、すぐ雑談していこうということで、はい、ちょっと、はい、じゃあこのテーマについて3人さん雑談お願いします。はい雑談な、はい、木目着色、木目着色、着色、朝食の考え方、考え方、考え方。まあ、要は色の作り方、補修の時の色の作り方がいいよね。そうですね。そういうことよね。補修屋さんになるべく修行中ということで。修行中なん、ほんまに。そこは、そこは、そこに言うの。嫌がらせかもわからない。いや、そんなことない。ない、そんなことない。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いろいろ作り方、まあ、雑談ね。雑談、いろいろね、色の作り方あるけど、床とか、その木に、木、そうやね、まずは木ですね。木目って言ってるからね。今回は。そうやね、今回は 木について。うん、でいいんじゃない？どうしてんの？まあ、まあ、まあ、補修屋さんの基本としては、はい、五色。五色やね。そうですね。うん、黄色。はい。赤、これはね、うん、黄色、赤、青、黒、白、はい、うん、この5色やね。この5色ですね、うん、で作るけど、自分らあれやな、あの茶色い色使ってんのよ。いや、さすがにそれはもうないですよ。もうないですよ。あの、買ってみたことはあります。あんの？でもそれは、まあ、それは俺も買ったことあるけどまあでも基本的にもう5色で作らないと、うん、ここにこうなるやんか、うん、はいはい、あ、ほら、はい、その5色を混ぜて、はい、要はこの色を作るわけでしょ、はい、この色をね。そうっすね。この混ぜて初めからこの色ドンピシャで作るの？ドンピシャに近い、ドンピシャよりちょっと薄い色を僕は狙う。要はピューって一回筆で塗ったら、うん、塗ったら、まあ、傷あってそこをピューって塗ったら傷消えて、うん、その色に合ったみたいな感じなの、うん、まあ理想はそうよね、うん、僕もそうですね。もう一発目はとにかくもうドンピシャ狙って、うん、ほんまに1年の中で1日ぐらいだけめっちゃ調子いい日はもうドンピシャ来たみたいな時あるんですよ。よっしゃもう天才みたいな、なんか気持ちになんかその時だけなれるっていう日が、幻の1日が1日。幻の1日。そうですね。でもそれちょっと時間かかるやろ、そういうのか。ってこう。時間はかけないですね。なんかもう本能でシュシュシュって。ああ、本能型？この方ね、大体外れますね。大体外れてます。そう、そうな、でもその上手な人ってどうなんやろうな。うん、その今回のこの質問とかその考え方教えてくれ、教えてやったっけ、ケンシー。教えてくださいですね。これまた雑談で聞きたいですっていう感じですね。いや、そんなんドンピシャでなんか合わせられへんよ。俺はね。うん、狙わないという狙わない、ね、狙う時間がもったいない。ある程度の色、はいはいはい、ある程度ほんまに合うた色を作る。でもみんなもそうだね、もう結果そうなるんですね、空振ったことによって。ああ狙ったけど空振ったことによって、じゃあまああれをやっていく、その補色を使う
初めて並ぶやつです。そう、うん、そうあるんじゃん。ちょっと来ましたけど、色相環っていう皆さんご存知のやつですけど、これでその例えばこれに近い色を狙って作って、うん、混ぜていって出来上がった自分が今合ってると思ってる色をここに置いてみると、うんうんうん、でその色置いた色とこの床の色を比べた時に、赤いなと感じたらこの反対にある青緑を、まあ補色いうやつやね、補色とか反対色みたいな、反対色みたいな、うんうん、ね、入れてそうですね、混ぜたものをまた置いてみて、今度ちょっと紫っぽいなと思ったらこの反対にあるものを混ぜてっていうのを、まあ延々と繰り返したらいつか合う。ああ、なるほど、まあそうやね、本能ちゃうよ、計算されてるよ。そうめちゃめちゃでもそうはね、基本的に基本で、ね、あんまりドンピシャで狙おうとかっていう時間はもったいないし、それぐらいすごいそういうのね、絶対指揮官っていうの。俺、どっかで聞いたけど。でも、あんまり、それ、まあ、できる人って美大とかさ、そうやね、いるんですかね。行く人がやったりして、ね、まあ、上手な人いるんやろうけど、俺は別にな、大した額もない俺らがやるんやったら、もう、ほんまにそれ、たっくん、それを、その、まあ、これちょっと色多いけどね、ちょっと見して、みんなに見して、はい、多いけど、もうほんま5色だけやねこれ、でこれ、うん、これの赤と黄と黄色と青だけを考えたので、だいたい色塗るよね。うん、その、まあ、その要はさっき言ったように反対色、反対色、反対色の繰り返しをね、補色、補色の繰り返しで色を合わせていく、はい、っていうのが、まず装飾というか、まあ、考え方、考え方、ね、色の乗せ方の考え方がそれだと思うんやけど、はい、